川上さんのカットボール誕生秘話お送りしましたがこれは川上さん、はい、先週までの放送だとうん 投げ続けられるかどうか不安だったからキャッチボールをし続けて年が明けたという,、はい、と,いうところまで来ました、はい、2002年、うん、密かにカットボールを武器として持っている川上健信のいいいよいよ新しい年が始まります始まりもまうだから今年の4月でクビって思う自分がおるのか、うん、プロ野球界を去るあその覚悟もあったんですかあったんですよこれはあかんかった終わりですからイノベーションですイノベーション言ってるでしょ イノベーションいや結構ああ言うとるやんか言うだやんかおおお言うだんか分かった終わりやんかはっきり言って終わりやで2002年岡田監督みたいな感じうんうんあれやあれやあれや勝ール持っとるやこっちでもこれが通用しなかったら2002年をもって関ケ健進引退終了第二の人生っていうねえじゃその 2002年山田監督になりました新体制になりましたからねそうですねずっと見ている 2>,、うんうん、こ2月1日を迎える時なんていうのはやっぱりいワクワクっ,ったんですかいやだからもうそのさっきのその正月過ぎぐらいから不安なんですよ。あそっか バッッターーももいいいななかったほ本当のキャッチャチいいんでブルペンキャッチャーが「おいちょっとボール変形してるぞ」とか<う>キャッチボール相手のショーツさんが「おいケンシ変なボールばっかり投げてるぞ」うんっていうことしかないですもんね。ないんですよ。で今みたいにその年末までその室内をとかって使ってる感覚がない時代だったんで <laughs> 当時はね、はいえー。だからもうそれだったらどっかの海外行くとかなんかする感じだったんで、うんうん、ちょっとやっぱり。 受けてくれる人もいなかったし、はい、っていう意味ではでその秋のねイラコキャンプの時一緒にやった後輩すらちょっとなんかもう現れなくなってきたしその頃にはちょっと不安だからすんごい不安だった急にへえ<ー>、うん、これ覚えてますでここで問題が起きて<う>谷繁さんがあ FA で来たんですよ そうだ2002年から来ました、はい、目玉でメジャー行くって言ってなかったっけとか言ってその時に最初にブルペンで試してたのはどっちかだったら僕より後輩の若いキャッチャーにちょっとこうこっそり投げてたんです名前もないわけですからだってまだカラフルボールですかカラフルボール僕の中ではストレートの際に投げてただけなんで, <laughs> で最,最初の2週間僕ストレートでしか毎年キャンプ投げてなかったんでだあ2週間ですか 2> <ー>第2クールまでね それはもう2008年まで1998年入団してからほとんど変化球って投げなかったんで2004年に1回だけ投げました1試合だけ落合政権のいきなり紅白戦しなきゃいけなかったあの時に1回も練習してないフォークとカーブを試合だけ投げましたでもあとはその後も調整は全部してっとの だからストレートにちょっと僕の中で胡椒かなんかを振ってるような感じで味付けをしてるような感じで白胡椒を振ってるような感じでキャッチャーには伝えてたわけでですーキャャッチャーもなんか首かしげて「ん?」みたいな感じでやってて「うん、これでいいのかな成功かな?」ってやってる時にまあ谷繁さんが「お前は川上か」みたいな感じになってきて。 お,お,<う>お前今日ねお前,お前俺の頭にデッドボールぶつけたなみたいな感じでこうお前の色を見してみーみたいな感じでこうブルペンキャッチャー入ってきてくれるんですけどそしたらそんなん投げれんじゃないですかまた普通のストレート投げるしかない <laughs> あれ実は僕オフに、うん、あのちょっと給食わかんないんですけど曲がる球覚えてるんで投げていいですかはなかったいやいやなかったいやなかった言えんかったから何な,な,な塩コショウそんなごまかしたような,んな言えんじゃないですかほら あれもだから普通にまっすぐ投げるでしょフォーシーブピュー,ーここなんか来ないでくださいよって感じなの<っ>練習してるんだから僕は僕でっていう僕には挑戦してるんですよ僕なりにそうですよね、はい、結構大事な挑戦ですよねでそこでさっき言ったようなそこがもう実験台じゃなくなってそこがもうひょっとしたら谷繁の中の評価になるかもしれないんでやっぱり自分なんかできる過去の全力のストレートを投げるわけですはい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 、まあ、こんなもんから取ってきてますよね最初の2週間ぐらい またこれも微妙なんですよ。キャンプ。あ、そうか、カットボールもそんなに練習できないし。しできないし、で審判がそのうち、入るんですよ。あ、入り,入ります。入ります。入ります。審判入らん時、もうふんだんにやったのに、審判入ってきたら、たそれどころじゃなくなったきて <laughs> 何、そんなみたいな感じ、もうおかしいから。そしたら、今度、ね、僕みたいな、その評論家みたいな、この投げてる後ろの、キャッチャーの後ろに立つわけですよ。そう,そ,うそう、そう、そう。そしたら、もう変なこともできないし、また。あ。 そうか、うん、そこでカットボール試すわけにもいかずで1球ちょっと投げると首かしげたりとかしてる後ろの見えるから今年の川上のまっすぐもっと変なまっすぐだなもう終わったなみたいな感じの雰囲気になるじゃないですか大体ねその後ろの評論家が「うわ!」みたいな「うわ!」ってうなずいてるような感じでくると「よしよし」って思うんだけどあれ <laughs> やっぱそういうもんなんですかだからね試合より緊張するんですよういうと <laughs> 実際ね4万人いる球場より5人ぐらいしかいない評論家の前で投げるのがよっぽど緊張するんですよ。 そういうことですね、はい、これはみんな多分、えー、これ分かると思うプロ野球のピッチャーあるある、はい、だからねそういう意味ではバッターと対戦するのがいつなんだっていう感じです,ですよね覚えてますよ一番最初あついに多分ね土屋君が土屋哲平君が1年目かなんかで高校ルーキーで来たと思うおお<ー>で一箇所バッティングあはいんじゃあシートバッティングみたいな感じの、はいはい、もうちょっと真剣勝負ですよね、はい でまあある意味1年目か2年目かはしてたけどそのバッターじゃないですか、うん、一軍でもほとんど見たことない、はい、左バッターはいで一番ダメだったのが実はで左バッターのインコースのストレートを全部やられてたんであそれまで2001年までの川上憲伸はそ<う>左のインコースのストレートをもうスコパチ打たれてたボールにするはずがシュート回転さえとかキりなかったすこすこ打たれとったんです<っ>で僕の首が見えてきた <laughs> 自分の中で。 もうだこれ一軍で松井秀喜さん相手にインコースまっすぐ投げてももうカンカンやられるし金本さん投げてもやられるし高橋由伸もやられるしもう無理ともう無理やとでカットボールですかでちょうどいいよ左できたきたきたでまあまあ土屋君には申し訳ないけどこのレベルで最初最初でしょはいここのレベルでまず大成功がないとうん 微妙だだそそううこのレベルで微妙だともうあかんなってごっつい緊張した緊張するわそれ干したらバット折れてあらあれっていけるなってあらっあれいけるぞって父親のバット折れた折れちゃったと思ってカット投げたらもうキャッチャーもインコース構えてくれてストレートの僕だけカットで投げてそこはもうストレートのサインなんですよねでそこに塩コショうペペッと振ってるからカットでキュッと回る折れちゃったよつってあら んで次右バッターででで大大西西さんすこの大西さんにもちょっとアウトコースに投げてほしたらボテボテのセカンドゴロゴテゴテってで大西さんがファーストを越えてピッチャーの前に帰っていくときに「けお前ボール変だったぞ最後動いたぞ」とかって言ってくれたのに「来ましたよこの瞬間このダブルこれでしょ始まりは」つって。 川上のこの4ヶ月 <laughs> 本当だ不安だった4ヶ月がこの2名によって希望が出たっていうのがこのそれめちゃくちゃ大きいです、ね、だからもう一生忘れない土屋君と大西さん大西さん,大西さんねそう言いながらあの今優しそうですけど当時も怖くて「ああまあ曲がっとるぞわラみたいな感じだって怖かったけど。<laughs> こんんななももどうでえわみたいこっちはねもう首か生きるかの瀬戸際なんだからと成功やでと思ってそこからあの川上憲伸投手のカットボールがいよいよだから話からこうだった要はオフに何か武器をしっかり蓄えて次のシーズン迎えなさいだからもう1月とか2月のキャンプにんかさあ何かをとか。 急に変化球投げまーすとかバッティングホームちょっと変えますはちょっともう遅いと<あ>もう自信持っていっていって失うぐらいでなんとかやりきれるぐらいだから不安で不安でオープン戦なんやっとってもそう,そうです多分僕だってあれですよもうオープン戦の時っていうのはもうこれさえあれば最多勝と今すぐもうタイトル総なめできるわぐらいの自信持ってたからでそれがいい塩梅になってくるんですよだんだん, <laughs> だんだん。あれっ <laughs> ってなってきてなき ちょっとちょっと私俺20勝ぐらいするぞぐらいな感じで開幕を迎えるんですねもう開幕前はホルガラの気分なんです <laughs> いよいよ1軍でそのカットボールを公式戦で投げたっていう記憶ってあるんですか公式戦で公式戦でさあいよいよ2002年、はい、川上健伸がカットボールで牛耳りましたっていうこう最初のきっかけみたい,ないそうもうだから最初の試合じゃないですかあもういきなりうんいきなり 投げてます。<ー>そこからねなんかノーヒットノーランとかできたりとか、松井秀喜さんとかいね星<ー>だったんでね、そこそこやられたのが抑えるようになって、でもこれ実は若干ね面白い話があって、開幕オープン戦もジャックチェンだったんで山田久志さん当時監督一年目、僕をあのキャンプ中からずっと見とったんで開幕投手っぽい雰囲気だったんですよ。お僕ね。<お>だけどなんとラストの日本ハムの オープン戦東京ドームで土曜日と日曜日ので土曜日の試合の終わった後最後の日曜日え僕が投げるよって言ったんですよで土曜日の試合後に爪切ってたんですよ、うん、ちょっと血まみみたいな親指のところにできたんで<ー>爪切ってちょっと汁を抜いてたんですよ、はい、そしたらなぜかそれが変な方向に話いっちゃってカカメ投げれないみたいになっちゃって。 うん。<ら>でそれ当時山田新監督の耳に入っちゃって、もうお前もうまもなく開幕だ言うと思う何,何やってんだこんなところでって。いやたったちょっと普通に万面っぽいんができたからね。つつぶして汁抜くってありますよね。そうそうそうそ,うその時にむらトールさんがヘッドコーチからね村むトールさんにも呼ばれて、お<う>何やってんだお前もんこんな前って言っていやいや別に普通なんですけどねと思ったらそのままファーム行けになってええー、帰れってなっちゃって。 カエルハメになっちゃって気が付いたら,らファームの開幕投手 <laughs> <laughs> なんでって,ってもうこ俺は何だったんだっつってで広島の U で開幕投手してなんとピッチャーの広ろ池さんと一緒にスリーラン本番で <laughs> <laughs> あれちょっとこの <laughs> あれななんだったんだあれ <laughs> から始まった2002年はじゃほんとちょうどいいあんばりになってきたですねそういう開幕前のそのちょっとハプニングもありつつのそうそうそう